久保さん今回僕が指定席に乗らない理由にしましょうか僕が指定席に乗らない理由僕自由席しか乗らないですね、まあ、新幹線とか、うん、ジェットスターとかもなんか指定できるんですよ、うん、もう指定しないですねまああのまあ一つが価格が安いとであとは別にどこ座っても大した変わらないとねなんかその LCC の飛行機に関しても、JAL に乗ってもね、まあ、こんぐらい、まあ、いいっす。まあ、もちろんね、なんか、なんかそのビジネスクラスとかね、なんかそういうなんかその、めっちゃ上級の乗れば、まあかなりその、開きはあると思いますけど、まあ、大した変わんないですよ、こんぐらいなんで,で、ね。寝ちゃえばもう変わんないしって僕は思っちゃいますね。うん。で、あとは、まあ、一つ、これはビジネス的な観点なんですけど、結局お金がない人に僕はおあの商品売ってるので、 だからお金がない人の空間にいるってことですね。それをネタに使うっていう。だからちょっとちら見してどんなの興味あんのかなみたいなね。そう。だってその僕のお客さんはなんか堀江さんみたいな堀江さんみたいなっていうかそのファーストクラスとかビジネスクラスガンガン乗る人が僕のお客さんになりえないので。 久保さんもそうじゃないですか。マイザー社長がお客さんになります。マイザー社長が久保さんの速可塾に入りますか絶対入らないですよ。僕のドリームアカデミアにマイザー社長が入らないですよ。リムジンでバーンみたいなね。わかんないですからなんかあの。ああいう人入らないですから。<laughs> 飛行機はいつもファーストクラスみたいなね。そんな人お客さんじゃないので。僕がお客さんは一般の人なので、一般の人でお金に困っていてお金がない。ね。そ,だそ,その空間に、 いてそこでネタを探すってことですそうネタ探しですね。うん。まあこれはビジネスでな観点ですね。うん。だからまあか、捉え方じゃないですか、全ては。うーん。なんかね、2ちゃんのひろゆきさんが、なんか、なんだっけな。あ、そう、なんかねこ、ひろゆきのここがすごいみたいな、その、なんか、まあ、ある25でね、新ある25で、その、 なんかその、ここがすごいみたいなあったんですよ。で、なんかその、ひろゆきさんが、打ち合わせとからなんか終わった後、普通だったらタクシーでみんな帰るのに、もう電車で帰るわるみたいな。いやいや、まあ、いやいやといや、結構まあ、有名だし、電車電車みたいな。でもひろゆきさん曰く、別に座ってゲームしてるから、タクシーで乗ろうが、電車で乗ろうが、座ってゲームするのどうでも変わんねえや、みたいな。っていう、その、なんか、なんかその、 そブレないというか、なんだろうな。だそういうとこすごいね、みたいな話をしていて、その気持ちめっちゃわかるんですよ、僕。変わんなくねみたいな。だどこ座ったとしても寝ちゃえば変わんなくねみたいな。<laughs> 大したわかんないですよ、うん。別にそのビジネス、普通のね、座席がね、なんかめちゃめちゃ、なんだ、最悪の椅子なのかっていうと、まあ普通の椅子じゃないですか。 うん、まあ、ちょっとぐらいですよ、そんな変わるのは。うーん。なんかその、なんだろうな、ほんとちょっとぐらいだと思います。だから、例えば BMW のシートと、一般乗用車のシート、大した変わんないですよ。軽でも大した変わんないでしょ、シート。まあ、これが、なんだろうな、うーん。なんかその、なんだ、一番高いの。なんですかね、あの、うーん。 なんだっけな。ロールスロイス、まあ。ロールスロイスまで行くと、まあ、座り心地変わるのか分かんないですけど、まあ、変わんなくないですか。プリウスの乗り心地、あの、シートのね、質感と、質感というかね、その、座った時のなんか感触と、BM、ベンツのなんか、あんま変わんなくないですか座った感じ。うん、なんか明らかにちゃうだろ、うみたいなね。なんかないと思うんですよね、そんなに。自由席も指定席も。 まあ、飛行機でいうならば、ビジネスクラスと普通のクラスの、変わんないと思うんですよ、大した。うん。まあ、寝ちゃえば変わんないしね。うん。なので、まあ、捉え方が全てかなっていうところですね。いってらっしゃい。